どうもどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アマグリシュンです。今日も早速動画やっていくんですけれども、今日やる紹介はですね、こちら、ローソンで買いました、ピスタチオ、フルーツパーティーだが、あ、違う、フローズンパーティーっていうアイスでございます。こちらお値段340円ぐらいのお高いアイスでございます。これね、ローソンとかで売ってるんで、よければ買ってみてください。というわけでね、ピスタチオ味っていうのを買いました。これあとイチゴとかチョコレートとかいろいろあるんですけど、これね、アイスなん、シャーベットなんだけど、後ろのところにね、レンジでちょっとチンしてくださいって書いてあるんですね。なんでかというと、こうカチカチアゾーの今状態なんですね。これをちょっとチンすることによって、ちょっと柔らかくして、ジュースみたいにして飲んだりすることができるということで、じゃあちょっとね、チンしていきたいと思います。コンビニのレンジだと25秒、1500ワットで強いやつだからね。自宅のやつは500ワットなんで1分10秒チンすればいいみたいです。アイスをチンしたいと思います。まあ、1分でいいや。でこれでチンしてますと。というわけでね、ポケモンカード、マリーのカードですね。10万ぐらい高いカード、グリグリになってて、まあ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 、そんなことはいいんですけども、今アイスをね、今チンしてるんですけど、でこういうね、ストローとかスプーンとかで作ったりとか、こうちょ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 って吸ったりする感じのアイスなんですけども、今ね、ローソンアプリっていうのを俺入れてるんですけど、今期間中半額、当たれば半額になるみたいなクーポン入ってるんですけど、当たってね、340円のアイスなんですけど、170円で買うことできました。でね、前回ね、美味しくて買ったんですね、そのクーポンで、ピスタチオ美味しくてまた買っちゃいました。ぜひね、皆さんもね、ローソンに行く際、あと今半額キャンペーンとかのクーポンあるんでね、ぜひね、それを機会にね、このピスタチオのフローズンパーティーっていうアイス買ってみてください。いろんなピスタチオ、チョコレート、イチゴだなんだかんだっていろいろありますね。でチンがね、1分10秒で終わ、1分のやつ終わりましたのでね、お、確かにチンすることによって、あれガチガチやぞっていうのがちょっとシャリシャリシャリっていう感じになりました。でこんな感じですね、ちょっと引いて、こんな感じですね。こういう感じでちょっとシャキシャキみたいな感じになりますね。じゃあ俺の顔を映しながら、じゃあ、フローズンパーティー。